全北現代モータースは、韓国の南西部の全羅北道の全州を、ホームタウンとする、韓国プロサッカークラブである。韓国プロサッカーリーグ、K リーグ1に加盟している。通称、全北現代と表記されることもある。1993年、関山ピューマとして創立した。韓国発の市民クラブで、ホームタウンは、韓国の南西部、 全羅北道の全州市である。国際タイトルでは2006年と2016年の AFC チャンピオンズリーグを2回、国内タイトルでは K リーグを8回、韓国 FA カップを4回、韓国スーパーカップを1回の優勝を果たしている。関山ピューマ創立、韓国初の市民クラブ、全北バッファローに解消。12月、 財政悪化のためクラブ解体の危機に陥るが、現地に商用車生産拠点を置く現代自動車の出資により、全北大ノスとして生まれ変わる。全北現代大ノスに解消。5月、全北現代モータースに解消。当時、クラブ自体はリーグ戦だと上位進出が少なく、韓国 FA カップ、アジアカップウィナーズカップ、さらには、 AFC チャンピオンズリーグといったカップ戦に強いことで知らず。2006年の ACL ではグループステージでガンバ大阪準決勝でウルサン現代 FC を下し初の決勝進出を果たす。そして決勝戦ではシリアのあるカラマを第1戦、第2戦通じて3から2で下し初のアジアの王者に輝いた。同年12月アジア代表として フィファクラブワールドカップ2006に出場するも、出場6チーム中5位に終わった。翌2007年の ACL にも、前回優勝チームとして、決勝トーナメントから出場したものの準々決勝で、浦和レッズに敗れた。特に全北のホームで行われた第2戦では、全北の選手が必要なラフプレーを行い、試合後にレッドカードを提示された全北の首相。 キム・ジェヨンが主審に対し中指を突き立てるなどの行為が問題となった。クラブ創設15年目にしてリーグ戦1位でチャンピオン決定戦に進出し、城南市は天馬に勝利しリーグ戦初優勝を達成した。AFC チャンピオンズリーグ2011のグループリーグでセレッソ大阪、3頭、アレマのグループ G を5勝1敗の主通下で決勝トーナメントに進出した。 ACL2011 のラウンド16で、天津康子たちと対戦した。ホームでの一発勝負を3から0で勝利して、準々決勝に進出した。準々決勝で、新大阪と対戦した。アウェーの第一戦を3から4で敗れたが、ホームの第二戦で6から1と勝利し、合計スコア9から5で準決勝に進出した。ACL2011 の準決勝で、 あるハドと対戦した。アウェーの第一戦を2から3で勝利すると、ホームの第二戦でも2から1で勝利し、合計スコア5から3で決勝に進出した。決勝でアルサットと対戦した。ホームでの一発勝負を2から2で敗れ準優勝に終えた。2006年以来の優勝はならなかった。リーグ戦ではチャンピオン決定戦でウルサン現代ホランイに勝利し、 2年ぶり2度目のリーグ戦優勝を飾った。大地震を祝いを横断幕事件2011年9月27日、AFC チャンピオンズリーグ2011準々決勝、第2戦、全州ワールドカップ競技場でのセレッソ大阪戦で、一部の全北サポーターが日本の大地震をお祝いますと、同年3月11日に、 日本で発生した東日本大震災を用いて日本を誹謗中傷する横断幕を観客席で掲げたためセレッソ大阪のスタッフが運営側に指摘し前半途中に幕は撤去された当時 C 大阪社長の藤田信義は国のことを言われれば我々としては抗議しなくてはいけないとして試合後アジアサッカー連盟に抗議文を提出したこれに対し 全北側は謝罪を行い、今回の一件で失意に暮れる日本の国民とサッカーファンに深々とお詫びの言葉を述べさせていただくとともに、今後はこのようなことが再発しないように努力していきます。といった謝罪文を公式ウェブサイトに掲載し、横断幕を掲げたサポーターには10年間のホームスタジアム入場禁止の処分が下された。これに対して韓国メディアは、 気分の良い勝利だったが、グラウンドの外で問題が発生したと報じ、韓国のインターネット上の一部に、日本のサポーターも、朝日旗を持ち込んだりすると、本件を擁護する意見があることも報じた。また一部の韓国メディアは、日本のマスメディアが、横断幕を掲げた人物に、モザイクをかけずに横断幕の写真を掲載したことに、対して、物議を醸す出来事を報じる際には、 監修の顔をそのまま露出させてはいけない特定人物の人格を既存することになると非難した。一方中央日報は全州で見られた言葉は国籍に関係なく人間として考えられないほど低劣だったと横断幕を掲げた人物を厳しく非難した。8回目の出場となった AFC チャンピオンズリーグ2014のグループリーグでは公衆久し代メルボルン 横浜 F マリノスのグループ G を2勝2分2敗で2位通過して決勝トーナメントに進出した ACL2014 のラウンド16で同国のホコスティーラースと対戦したホームの第一戦を1から2で敗れるとアウェーの第二戦でも0から1で敗れ合計スコア1から3で敗退した K リーグクラシックでは3回目のリーグ制覇を果たした 9回目の出場となった AFC チャンピオンズリーグ2015ではベスト8となった。K リーグクラシックでは第5節に首位に立つとその後一度も譲ることなく連覇を達成した。八百長事件2013年に全北現代のスカウトが審判2人に500万ウォンを渡しチームに有利な判定をするように要求したことが発覚。このスカウトは懲役6ヶ月。 執行猶予2年の有罪判決を受けた。チームに対しては9月30日、韓国プロサッカー連盟から勝ち点9剥奪と罰金1億本の処分が下った。勝ち点が剥奪されてもリーグ首位を維持していたが、11月6日、2016年リーグ最終節で、同じ勝ち点に並ばれ優勝を争っていた FC ソウルとの直接対決に敗れ、2位でシーズンを 終え、リーグ3連覇はならなかった。AFC チャンピオンズリーグ2017の出場権を獲得したが、2017年1月に審判買収事件で剥奪された。2度目の AFC チャンピオンズリーグ優勝審判不正買収の発覚による勝ち点剥奪で、K リーグクラシック3連覇には失敗したが、11月26日、 AFC チャンピオンズリーグ2016決勝で、アルアイに FC を下し、2006年以来10年ぶりとなる2度目の AFC チャンピオンズリーグ優勝を決めた。2006年以来なる2回目の出場となった FIFA クラブワールドカップ2016に AFC 代表として出場し、準々決勝で北、中米カリブ王者、クラブアメリカに1-2で敗れ、5位決定戦ではアフリカ王者、 マメロディサンダウンズを4から1で下して5位に終わった。1月18日、アジアサッカー連盟は審判買収事件で、AFC チャンピオンズリーグ2017の出場権を剥奪する決定を下したと発表した。全北現代は、この判定を不服として、スポーツ仲裁裁判所へと訴えを起こしたが、スポーツ仲裁裁判所はこの訴えを受理しないことを決め、 全国現代の出場停止は妥当であると認めた。処分保留狙いは失敗になった。K リーグクラシックでは2シーズンぶり5回目のリーグ優勝を達成した。AFC チャンピオンズリーグ2018ではグループリーグで柏レーソル、すぐるし、天津展開と戦い5勝1敗で1位通過を決めた。続くラウンド16ではブリーラムユナイテッドに勝利したが、 準々決勝で同じ韓国の水原三世に PK で破れベスト8となった。K リーグクラシックでは第6節以降一度も首位を譲らずに連覇6回目の優勝を遂げた。このシーズンを最後に最高機監督が辞任している。このシーズンから新監督にジョゼモライスが就任した。K リーグクラシックではウルサン現代と激しい優勝争いを繰り広げ最終的に 特失点差で、ウルサン現代を上回りリーグ制覇。優勝回数を7回とし、城南 FC と並び K リーグの最多優勝クラブとなった。AFC チャンピオンズリーグ2019では、グループリーグで、浦和レッズ、北京国安、ブリーラムユナイテッドと戦い、4勝1分1敗で、グループリーグ1位通過を決めた。続くラウンド16では、上海海港に、 PK で敗れ、2大会連続となる PK 戦での敗北となった。K リーグクラシックではこのシーズンもウルサン現代との優勝争いとなったが、第26節でウルサン現代との直接対決に勝ったことで、ウルサン現代を振り切り、K リーグ史上初となる4連覇を達成。8回目のリーグ優勝を遂げ、K リーグにおける単独最多優勝クラブとなった。 韓国 FA カップにおいても、決勝で、ウルサン現代を下し優勝、クラブ史上初となる、K リーグ、FA カップの2冠を手にした。AFC チャンピオンズリーグ2020では、グループリーグで、横浜 F マリノス、上海海港、シドニー FC と対戦するも、横浜 FM に2敗するなど、苦しみ2勝1分3敗の3位で敗退した。10。 K リーグは2018年から K リーグ1、K リーグ2の二部制に移行している。2018年以降のリーグ戦の成績は K リーグ1のもの。星印は外国人選手を示す。全州ワールドカップ競技場。ありがとうございます。